意識させて下に引き込むと相手がこの下に踏ん張るのでそうすると上がりやすいのでしっかりガードしながらちょっと沈んでっていう感じでバウンドが下がっちゃったりする人がいるんでそこにパンチを合わせたりすることがあるんでまっすぐじゃなくて自分はちょっと横に踏み込んで打ってるんです。まっすぐ入るとパンチとかも合わせやすいんで相手から少しずれて、そこで、っていうことなんです。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルはこちら。